皆さんこんにちは。こんにちは。大谷不動産屋のひろたです。今日もですね、人気企画ですね。岩松先生にですね、やっぱちょっとそのニュースを切っていただくというかですね。岩松先生よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。早速ですけどもですね、今日のテーマは最近ちょっとニュース、10月の初めぐらいからね、ニュースに出てきた。まあ少し前から騒がれてはいるんですが、1億円の壁問題ありますよね、はいはい、うん。政府税調で話題になったよっていうことでですね、まあちょっと10月の初めにニュースであちこちこう聞こえてきて、ご存知の方も多いかと思うんですけどもね、ちょっとこの件についてお話聞きたいなと思ってるんですけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずね、この1億円の壁って簡単にどんなことか説明していただけますでしょうか。要するにですね、所得1億円を、壁にですね、その税率が、要は1億円より稼いでる人の方が税率が低くなるっていう問題なんですね。要するにご存知の通り、所得税っていうのは累進課税ですから、所得が上がればバン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 税率も上がっていくということで納税負担も増えていくんですが、はい、統計を取ると1億円あたりをピークとして、そこからだん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 税負担が下がっていくっていう図表結果が出てるんですよ、はいはい。それをまあよく1億円の壁、1億円の壁って、まあ昔から言われてることなんですけどもね、これね、つい最近言われてることじゃなくて、イメージとしてはですね、超過累進課税なんで、稼いでる人はなんかいっぱい税金を納めるって思ってるのが、実はいろんな税金の制度を使うといっぱい稼いでいながら税金の負担率を下げることができるってことですよね。だから結局ね、所得の種類がだんだんやっぱ変わってくるんですよ、はい。だから普通はまあ、このぐらい言ったら圧倒的多数の人はサラリーマンですが、給与所得がメインじゃないですか。ね、はい、ところがそれに例えば不動産所得ね、大家さんになれば不動産所得増えるし、はい、あとなんか事業でまあいわゆる副業だなんだってやれば事業所得っていうのが増えてくるんですけど、そこに結局株の売買とか、うん、あとは不動産の売買、あとは例えば配当ですね、はい、こういったものが、はい、要は所得の高い人ってやっぱそういう比率も高くなってくるわけですよ。なるほど。だから例えば年収1000万つの大体、まあ例えば給与だけなんだけど、でもそれが年収5000万の人って言うと、それが給与だの、不動産所得だの、はい、配当所得だのってこう所得の種類が増えてくるわけですよね、うん。そうするとその時に株ですとか、まああとは土地の売買、配当っていうのは超過累進課税ではないわけなんですよね。分離課税なわけですよ。はい、ですからそれが、まあ、国税は 15.315、地方税と合わせると 20.315 なわけですよ。うん、だからまあ簡単に言うと 20%。だから、超過累進課税で多分 45% とかこう高い税率は給与かかるんだけども、はいはい、そういう他の所得は 20% で済むと。で当然、そうすると、その 20% の所得の比率が、まあ、多くなっていけば、当然、税負担というのは減っていくわけですよね。同じ10億円所得があっても、10億円給与の人と、給与1億円と例えば配当5億円、うん、ね、株の売却益4億円って言ったら、当然その株とかいろいろやってる人たちの方が税負担は減ると、うん、もうそういうことなんですよね、なるほどですね。だから大家さんの場合はあんまり関係なくて、大家さんの賃収入ってね、例えばサラリーマン大家さんは年末調整のね、もらったお給与とこう合算して、そこで多少その、まあ、節税効果がある赤字だったらねありますけど、まあ、大したことはないですよね。赤字は本当は良くないんですけどね、うん。まあ、一般的にマイナスしてじゃちょっとやべえよって人もそ、それでね、節税ならダメなんですよ、本当は。まあまあそれは置いときますね。置いといてね。でどうもその結構まことしやかにやるっていう話になって、うん、報道で見てるとできるだけ早く是正すべきなんていうね声も出てるんですけど。うん、この辺どんなんですかね。だから結局要は他をいろいろ増税するのにあたって、うん、富裕層はこうやって儲けてるんだから、うん、こいつらから取ってやろうっていうような世論をね、やってね、うん、みんなの怒りをそっちに向けてそっちを増税しようっていうか腹なんじゃないですかね、うん。だってこれ解説で例えば株式の売却益がどの頃です、いや必ずしも株売ったら儲かるわけじゃないんだからね、だったら 株損したやつも全部合算させろやとかって思うんですけど、総合課税にすればいいんじゃないかなって、全部合わせてね、超過累進課税だなっていう人いるけど、だったら株売って赤字になったのだって合算させろやとかって思うんですけど、今できないわけじゃないですか、まあね、土地もそうですけどね、うん、だから結局はもうそういう話で、要はもう増税するためにここの儲かってるところのここにね焦点を当てるんだっていう話だと思うんですよ。ただね、これやっちゃうとせっかくこうなんだろうね、まあ大体そうやって高額の所得でその配当がどのころってのは、当然給与だけじゃなくて、はい、例えば
自分の、ね、会社を上場させた人とかね、はいはい、そういう人が株売ったとか、そこからの、うん、あと上場株の配当とかね、有名社長なんて、ねはい、上場してる会社の社長なんて配当だけで何億円なんて言うわけで、はい、そういう人たちがこういうのになってる。だから、うん、そこから税金をまたどうのこうのつうとね、いわゆる企業意欲もそうだし、株式の相場もそうだし、結局不動産市況だって多分悪影響になると思いますよ、これ。僕ちょっと、ね、やっぱり大丈夫かなと思ってるのはやっぱですよね、うん、やっぱりお金が流れ込むお金が減っちゃうと、うん、やっぱり株式が下がってくるって、ね、なんかまた海外マネーが入ってきたとかまた大騒ぎになってそうなんかね嫌な感じですね、せっかくね今日本はなんとか頑張ろうとしてるとこですからね。実際ねそのねいや富裕層がこうやってずるいずるいさって実際いろいろ統計取ると給与所得者の方が実は税金払ってませんからね。ね負担がひどいだって課税最低限がだって、ね、家族子供か、はい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 、2人子供2人で例えば300万とかね400万給与ですよ、そこまではほとんど税金かからないとかいろんな控除でって言われてますから、逆にそっちで税金負担してないのはおかしいだろうっていう話はまああんま出てこないんですよね。でもだからそれを言うと今度消費税じゃあ公平な消費税上げもっと上げろやって話になるし、まあ難しいんですけどね。なかなかね完璧に公平っていうのはあれなんですけど、ね、まだでは具体的にそのいくらやろうとかっていう話は出てないんですよね。まだうんでも多分まあちょうどたまたまそうですねこの間税制調査会長の中島、はい、中里実先生に会う気があったから聞けばよかったけど、はい、それは聞けなかったですけど、はいはいはい、まあでもこう言ってこうちょろちょろって話出してるってことは、その今度のあれでしょうね、なんか対抗とかにこう見直しを図るとか、はい、要は具体的に産業じゃなくてその文言が出て、うん、ちょっと様子見てね、来年とか再来年あたりをなんていうのは出てくるのかもしれませんね。ただ岸田首相って最初からね、言ってましたからね、資産課税っていうかね、うん、金融課税するとかって、だからただちょっとこのニュースの出る寸前に、だから海外かなんかで喋った時に、イサダとかをね、高級化するとかって先にちょっとこう、飴の方出しといてからなんかこれ持ってきたんで、うめえなと思いながら、聞いてたんですけどもね。いや、あんまりね、まあ、正直言うと、どんな税制でも、税金上げんの、僕は増税はね、たとえ消費税であったってなので、増税は嫌ですよ。よく消費税上げればいいなって言ってたけど、まあまあね、いやー、そんな増税賛成する人間、俺は理解できないですね。どんな形であれ。まあ、それに、こう、ね、NISA とかでだいぶその世の中がその投資したらいいんじゃねみたいな、ってるのを、こういうことでね、また絶対あるからやめたになっちゃうと、そう。ね、本当に。なかなか、まあ、本当にその1億円の壁じゃないですけど、お金持ちってないんで、本当のお金持ちの人の気持ちは分かりませんけど。いや、だから、本当あれなんですよ、なんだろう、ただ給与だけで1億円なんて人は逆にそんなに、まあ、いるはいますけど、やっぱり逆に収入が多く越してくる人っていうのは、そう所得の形をいろいろ変える、だからでそのために不動産投資もある、株式も投資もあるとか、ね、いろいろ、だからそれをね、なんかこう結局要はね、全てが例えば親からの相続でもらったもので大きいわけではないわけだから、そうですね、本人の努力の部分だって絶対あるわけですね、はい、どうもね、こうなんだろう、そういうこう足を引っ張るというかね、みんなのこう成功者のをこうひがみ根性でこうなんかするような、こういうやってよくないですよね。ちょっと過度な格差で正義、うん、幸いまだ現状日本はね、自由主義なんで、頑張ったら頑張った分ある程度はこうね報われる仕組みがないと、うん、金持ちになったら税金いっぱい取られてならなかった方が良かったっていうのはね、ちょっと思いますね。いや、だからね、よく日本は寄付文化がないとかね、言うけど、だってあれは外国は例えばそれ自分で財団つってそこに寄付したのが控除できるとかって、要は税金安くなる、ただそこのその財団をこう自分で好きなように使えるっていうか、それでまあ寄付したりとかって言うんだけど、日本の場合はそれね、まあ持ってかれて終わりっていうか、そういうのもなかなかね難しいあれですから。ふるさと納税だってみんな批判するでしょ。私なんかふるさと納税ぐらい素晴らしい税制ないと思うんですよ。返礼金割としてもサラリー今があれやればね、税金の意識だって高まるし、そうですね、納税意識もあるし、そうなんですよ。僕もう一ついいなと、ふるさと納税ちょっと話ずれますけど、思ったのは、
その自治体の方も頑張ってるじゃないですか。そう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 。俺んとこに金集めるために、すごいこういろんな努力をされてて、あれはなかなかこう活性化するっていう意味ではね。某泉佐野市みたいに金券配っちゃダメだと思いますけど、まあまあまあ、あれはね、ちょっと行き過ぎたのはね、そうそうそうありますけどね。だからああいうのもね、うん、なんだろう、そういう努力を一生懸命努力をこうなんだろう否定するっていうか足引っ張るっていうかね。うん、株式の所得だとか、まあ証券の所得、うんうん、まあ不動産もそうですけど、なんか世間の人は不労所得だと思ってる。そう、全くそうなんですよ。黙って入ってくると思ってるんだけど、そんなことはなくて。そう、本当こ、ね、まあ株式はともかくとしても我々は不動産やってますけど。うんね、え、確かにその汗を流すことはないですけど、風呂いやいや流しますよとかって、頭の汗ですね実際にその手を動かしてですねやることはないかもしれませんけど、やっぱりね普段こう考えてたりとか、そうその緊張感みたいなのがねあるんですよね。いや、多分お金持ちの人もね、株式とか ね、いっぱいその配当とかもらってる人もそうだと思うんですね。いろんなことでまあプレッシャーだとか、ね、本当その通りですよ、ね、うん、だから今の時代にはそぐわないかもしれませんけどもね、なんだろうね、寝ないで働けとかね、寝ないでいろいろいやでもやっぱりまあね、今日本電産とか批判されてますけどね、うん、ただやっぱりね、あの成功してる人とかってやっぱそれなりにそうやってハードなことやって、表向きはねいやこんなって簡単にやりましたけど、うんうん、してますけどね、いや、うん、もう裏でものすごい努力してるじゃないですかだからもちろんそうっすね、なんかこう楽してもうあいつら楽して儲けてるんだろうとかって思う、まだひがみっていうかね、ひがみっていうか俺はね、それが悲願でる暇あったら働けよって、そういや全くそうなんですよ、いろいろ研究しろとかね、ほんとそうなんですけど、まあ、そうするとちょっとまあ話戻しますけど、この話ってのはどうも今年はちょっと検討に入るぜとか、なんか税制大綱になんか文言が乗るぐらいのレベル、うん、いや多分乗ってくるんじゃないですか、おそらく。そうするとやっぱりまあ23年度の税制はともかくとしても、うん、4年5年あたりには2000ね、2000、うん、ね、うん、あるかもしれませんね。確か24年がちょうどNISAが切り替わる年ですね。 あそっか、あまあね、その辺でなんかちょっとやってくるのかもしれないです、ね、そうですね、あんなものね、あんなものってするのすいません、あんまりその NISA の話をすると結構ねまた深くなってしまうですね、はい、はい、まあちょっとそういうことでですね、今後の、税調だとか動向をね見守っていますですね、また動きがあったらねまた解説していただきたいと思いますので、うん、今日はどうもありがとうございました。どうもどうも、ありがとうございました。